けど。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。サラちゃん、見てるくるぶしです。はい、オッケー。大丈夫ですか、叩かれないですか。割とデリケートな名前だぞそれは。ちょっと前に話題になったもん。ほう、エネマグラじゃなくて。エネマグラは話題になってない。カップヌードルチャーハン。それをですね、改めてやってみようじゃないかな。なるほど。やってみたいなってずっと思ってたけど、やってないのよ。チョモちゃんさっき話したら、で、動画じゃないとこでマジでやろうとしてた。普通に、プライベートで美味しそうやから食ってみようかなと思ってたんです。今日は、カップヌードルを、用意しました。おぉ、はい、チャモシャツ。ま、これもいいんだけど、今回あえてですね、もう一工夫、加えてですね、もう一品でも作ってみようじゃないかと。なるほど。はい。じゃあそれがこちら。ピョー。ペヤング焼きそば極激辛。うんだい。本当に大好きで、もう僕は嫌です。二つ作ってですね。はい、食べていきたいなと思います。食べようぜ。楽しみ。じゃあ早速作っていきましょう。作り方はね。はい。パッケージをまず開けまして。開けまして。まあ、ここまでは全然辛くなさそう。そうそう。こういうジップロックの中に入れて、こんな粉にせなあかんわけですね。出てけへんねんけど。じゃあ、開けました。ピッと閉めまして、コーナーにしていきますね。コーナーに。俺、やばいくらい粉々にしちゃった。ストレスの度合いが分かる。はい。こんな感じです。で、これを一旦水で戻すわけですね。熱湯じゃなくて、水なんだ。お水に浸しとく感じらしいよ。あ、そう。で、なんかその水の量も、ちょうど、この量が、浸るぐらい。ほう。ちょうど浸るぐらいにね。こんなもんかな。あ、一応俺火薬も入れとこうね。作り方としては、卵と米を一回炒めて、味付けはなしで。ほう。その後、これを、そこに入れて、水気が飛ぶまで炒める。ということで、じゃあ、チャーハン炒めていきたいと思います。レッツクッキー。目で見るとチャーハンだね。完全にチャーハン。だいぶな量になりますね。確かに。まあね。まあ、うまそうやけどね。よいしょ。はい、完成しましたね。完成しましたね。素晴らしい。ありがとうございます。さすが、料理長。俺もちょっと空気だけで、ね。思った以上にチャーハン。めっちゃチャーハン。見た目、ビジュアルは。ね。すごい。うん。じゃ早速、ちょっとね。はい、じゃ、まずは、カップヌードルチャーハン。はい。カップヌードルチャーハンいただきます。念願の。お、うまい。店やれるな。めっちゃうまい。めっちゃうまい。調味料一切使ってないですから、卵と油ひいただけ。すげえ。美味しいね。うん。料理に自信ない彼女とか、これ作ってあげたら全然、ね、全然いいよね。お前らフライパン振ること覚えろ。はい、じゃあこっちの。そちらの世界に。はい。重っ。こんなもん。重いね。この量、やばかったら食えないよ、俺。辛いもダメですからね。そうだね、
帰ろうか。めっちゃ辛い。狂気まではいかんけど、18禁カレーみたいな、うん、あ、これ嫌な辛さよね、でこれをノーリアクションで食べるんですか。バイオンさんがそんなことやってましたもんね。いただきます。いただきます。ゆずちゃん食べるよ。時間かけらんないよこれ。俺やばい、顔汗かいてきた。これノーリアクション無理よ俺。優しいはずのももちゃんのマルさんがいて、もうチョムちゃんもうあと天国じゃん。痛めつけられたせいで、うん、口に物を入れるだけでいて。ダメだ。ミネラル麦茶。ミネラル麦茶がめっちゃいい。合う。めちゃめちゃいい。ああ辛いな。グビいきましょう。ほんま辛いもん得意な人ってどうなってんやろね。ああ確かに。ありがとうございます。ありがとう。カップヌードルはやっぱ他のもやってみたくなるぐらいうまかった。これはいいよ、うん、マジで美味しかった、うん、こっちはね、うん、もう見たくもない。あのご飯で薄まって辛くなくなるのかなと思ったけど、元はもっと辛いのかもしれないけど、それでも一緒一緒一緒辛いわ。辛い辛い、無理無理無理。なんかね、一口目は美味しいかなと思う、うん、味はね悪くはないと思うんだけど、いいんじゃないですか。あの辛いのも好きな、カップヌードルは本当美味しいね。ほんまにみんなやったらいい。今日は、カップヌードルペヤングの辛い焼きそば、チャーハンにしてみたでした。ありがとうございます。右肘だけ揉まして。動き始める、僕らの前立腺。もっともっと口が痛い、喉も痛い、舌も痛い、テレビもね、ラジオもね、車もそんなに走ってね。